三輪の呪詛を12月15日1956年11月14日は、日本の弁護士、法律家、政治家、労働農民党書記長、日本労農党書記長、第二東京弁護士会会長、衆議院議員、福岡県粕屋郡むしろ内村に、むしろ内村村長などを務めた、三輪の健太郎の長男として生まれる。福岡県立中学修猷館。第一高等学校を経て、大正9年東京帝国大学法学部卒業。一高、東大の同期であり、主席を争った、岸信介、吾妻久、牢山正道とは、生涯の親友であった。東大在学中に、吉野作造の民本主義の影響を受け、大正8年には、麻生久、赤松勝麿らと、新人会の創設期に参加している。東京帝大卒業後、弁護士となり、細野道夫らと共に、日本労働総同盟や日本農民組合の法律顧問として、労働争議や大作争議で戦い、その過程で、香川豊彦や松岡駒吉と出会う。大正10年、ナプボルツ時計工場同盟批評の前後より、社会主義に強く傾倒し、日本社会主義同盟に加盟。これにより、内務省警保局は、大正11年頃に三輪を思想要注意人に指定している。大正15年労働農民党書記長となり、同年末、同党中間派が集まった日本労農党が発足するとその書記長に就任。中間派無産政党の李剛衆参の後、昭和7年、無産政党の統一体である社会大衆党の創設に参加する。弁護士、法律家の立場を生かして、労働組合法案、消費者法案、小作組合法案、健康保険法案の策定、工場法の改正などに尽力。昭和12年、第20回衆議院議員総選挙に、東京で社会大衆党から立候補し、反ファッショと社会民主主義的公約を掲げ、衆議院議員に初当選。その後は、抗議国防を中心とする政治活動に加え、河井英二郎の後半の弁護を側面から支援し、ゾルゲ事件では、尾崎英美の親族の依頼を受け、感染弁護人の専任を務めている。昭和15年、日中戦争の激化で、社会大衆党が解体後、近衛文麿の新体制運動に協力し、太平洋戦争中は、体制翼賛会連絡部長、大日本産業報国会構成部長を歴任する。後に政治的転向と批判されるが、国民生活の安定と労働者擁護の姿勢は貫いていた。戦後は公職追放となり、弁護士業に専念。極東国際軍事裁判に備えて、岸信介の家族と実弟の佐藤栄作からの依頼により、岸信介の弁護を担当している。追放解除後、昭和26年、第二東京弁護士会会長及び日本弁護士連合会副会長に就任し、東大病院輸血梅毒事件の弁護、昭和電工事件では、西尾末広の弁護などを行う。昭和27年、第25回衆議院議員総選挙において、旧東京3区から衆議院議員に返り咲くと、右派社会党の重鎮として活躍。昭和30年、鈴木茂三郎、川上丈太郎らと左右社会党の統一を成し遂げる。寝技師と揶揄されながらも左派党員と誠実に交渉を重ね、悲願の統一実現を陰で支えた。三輪投げと呼ばれる豪快な投げ技で鳴らした柔道家だったが、統一に伴う振動などが重なり、昭和31年11月14日、肺臓がんにより、東大病院において死去。享年61。日本社会党闘争が営まれた。1955年。岸信介は、親友である三輪と連絡を取り合ってに、大政党制を目指し1955年、三輪は、社会党再統一、岸は、保守合同を成し遂げた。しかしその翌年、三輪は世を去った。岸は三輪の葬儀において自ら買って出て、弔辞を読み、本当に残念だ。これで政権を渡す相手がいなくなったと嘆いた。孫の安倍晋三も、美しい国への中で、岸政権下で初めて成立した国民年金法の背後に、社会保障政策に尽力したライバル、親友の三輪の存在があったのではと指摘する。ここに建築家の三輪野正弘、医学者の三輪野史郎がいる。孫の三輪野健二は、祖父、三輪野寿三をまとめている。ありがとうございます。